メ。てかさ、缶なのね。缶なんだよ、これ缶。デカビタ。瓶じゃないんだ。へぇ。ふん。関係ないよね。うん。どうも、石井です。今日はね、俺流やる。俺流。こいつなんだけどね。こいつ。三菱の、なんちゃとかいうやつ。うん。エアトレックね。うん。これ、今ね、これね、見るとね、これ車検で入ってきてるんだけど、タイミングブレットやってたから、ごめん。パイロットエンドブーツがね、これね、くっちゃくちゃなんだよね、これ。わかるかな？ごめんね、今日スタンドがないんだよね。わかるかなぁ。これ。わからんかなぁ。これ。破れてんだよ。破れてんだよ、これ。うん。これ交換したいと思います。で、今日は、そんな動画です。もうね、何回やってんのって話だけど、いまいち定まってないです。まあ、とりあえず VTR。ドン。さあ、まずね、今日はカンカンが見えてるんだ、これ。さっきの続きだから。うん、まず、何がいるかって言ったら、まあ、ここ、ナットを外す、こうでしょ？ね。まあ、これ外せばさ、外して、本当はこう、プーラーみたいなのがあるんだけど、そんなんは使えません、僕。僕は使えません。何を使うかっていうと、デン、ハンマー。ハンマーね、なんかすんごいな。ハンマーね。ハンマー使う。ハンマーを使い、まあ、これもいるよね。まあ、これはいるよね。ブーツ。これ、社外品ね。純正は、の番号は知らないです。まあ、とりあえず、やっちゃう？やってみる？すんごい多分、早いよ。早くはないかもしれない。まず、緩めます。ナット自体緩み止めがついてるナットだね、これは。うん、で、こうやって緩めてね。緩めて。うん。まだ10分見んねんけどさ。よし。これ緩み止め、緩みがついてると、こう手で回らないかな。で、まず、これ全部外しません。全部外しません。ね。全部外さない。うん。かな？全部外さないよ。から、ここから本当に危ないんで真似しないように。ちょっと音うるさいかもしれんけど、ちょっとごめんね。で、ここの部分、ちょうどね、ほんとスタンドです。とね、この部分をハンマーで叩きます。こことか、こんなとことか、例えばね、これを外して、こんなとことか、叩いちゃダメですよ、絶対に。叩いたら一発アウトです。これごと交換です。タイヤとエンドごと交換になっちゃうんで。まぁ、ちょっととりあえずやってみますか。いますよ。ちょっと音うるさいんでね。狙いを定めて。はい。取れました。うん。取れたでしょ。で、そしたら、今、この状態で、
この状態で。え、でも。はい、で、外してあります。うん、そしたら、一回こう納豆湯みたいに外して、とか。ほら。ね。で、次、お次ね。お次。新しいのを、まあ、これグリースを、まあ、塗ったりとか、まあ、僕は、まあ、塗らないです。はい、そのままいきます。はい。手がモリブデンがないです。はい。で、まあ、ちょっとこう、かけますね。かける。わかるかな。ちょっとね、半分かける感じ。うん。から、いきますよ。次は、これも絶対こんなところに使わないっていうね、この道具。ウォーターポンプフライヤー。こいつね、これ多分ね、やれる人はやれると思う。くにくにっと。これもね、ほんとあるんだよ。多分、入れるやつが。道具の名前わかんないけど。うん、特殊工具ですね。多分 SSD だと思う。で、なんかね、なんか、あとね、これに合いそうなね、あの、ボックスソケットとかで、こう、コンコンって叩く人もいる。うん。で、よし、全部入った。の、確認します。ね。もうちょっと入るかな、これ。よし。で、入りました。で、あとは、戻すだけ。あとは戻すだけ。本当に戻すだけ。こういうやつは簡単っす。うん。稀にね、割りピンだの、なんだのと、使ってるものもあれば、ブーツ自体もね、いろいろあって、種類が。うん。ほんとこいつは簡単っすね。うん。こうやって締めていきます。こちら目いっぱい締めてください。目いっぱい。本当に目いっぱい。一応トルクは整備所にあると思うんですけど、そんなのないんで、僕は、とりあえず、閉まってた分ぐらい閉めます。だいたい思いっきり閉めるぐらいかな。よし。完成です。簡単だったでしょ。簡単だったし。こんなんだよ。こんなんだよ。通るわけ、車検。これ車検で入ってきてるからさ。まあ、これ本当に俺流なんで、本当に、真似はしないでください。見よう見真似でできるなら、あなたは天才です。天才そんなわけじゃない。うん。すごいなと思います。なんだろうな。なんち説明していいの？お茶器ね。お茶器やりでかさだね、これ。お茶食いってまあ、ちょっと、まあ、なんていうの？まあ、あるもので、やる。なんとかの、なんとかは使うよって言うじゃん。まあそんなんじゃないけど。まあとりあえずね。まあ本当に真似しないでください。こんなんでバッカンバラでね。変なとこはバーンとなってもね。いかんと思うし。正規のものがちゃんとあるので。画像この辺に出るかな。こういうやつ。
画像 あったら出しますねこの辺にあれですとかちゃんとねそういう専用工具を使ってくださいあとこれは分解整備なので本当に何回も言うけど、うん、自己責任でお願いしますねということで今日の動画はここまで次回何があるちょっとさこれねタイミングベルトちょっと難しくてさもう一回回さなきゃいけないんだよさきっとなんか変な音すんだよな入りすぎかなこれねオートテンションのくせにね若干ベルト張るんだよね張るところもあるんだよね難しいっす整備は奥が深いということでじゃあ次回の動画でまたお会いしましょうそれでは皆さん俺はうん、ちょうど週末だね。うん、週末だけど、皆さん、参考になるかどうかわかんないですけど、どうぞご覧いただけたら、いっぱいご覧いただけたら、神々、ご覧いただけたら、ご覧いただけたら、嬉しいです。嬉しいです。ってことで、まあ、締めよう。もう、楽しみ締めよう。うん。まあ、はい。以上、俺流。整備、はい、パイロットエンドブーツを変えてみたの動画でした。それでは皆さん、さようなら。やっぱこの音おかしいよな。ふわーんとか、ふわーんとか。張りすぎかな。最初どうなのかわかんないんで、温まるとなくなるんだよね。こんなもんなのかな。おまけ動画でした。それでは皆さん、さようなら。